三股蔵は女好きで、後輩女芸人 M を酔わせて関係を持とうとしたという有名なエピソードがあるが、これは桑畑バタオの大原雅子なのではないかと噂されている。三股蔵は目上の人や先輩にはヘコヘコするが後輩芸人には非常に威圧的ですぐに暴力を振るい、時には怪我をさせることもあったので嫌われている。三股町蔵は芸能人仲間からだけでなく視聴者からも嫌われており。 カルビーのポテチの CM に出てからクレームが鳴りやまず、公開3日で CM は放映されなくなった。三また正まうは有吉を再ブレイクさせたのは自分だと言い張ったがそれは事実ではなく、それ以降有吉からは、三股はクズだ、クソ野郎、とこきおろされている。